日本最大の聖蹟塔婆である野上下郷石塔婆板碑は、主に供養塔として使われる石碑の一種である。板石外婆、板石塔婆と呼ばれ、特に典型的なものとしてイメージされる武蔵型板碑は、秩父山の緑泥片岩を加工して作られるため、聖蹟塔婆とも呼ばれる。板碑は、中世仏教で使われた供養塔である。基本構造は、板状に加工した石材に、凡人=主子や、被供養者名、供養年月日、供養内容を刻んだものである。頭部に二条線が刻まれる。実際には省略される部位分もある。分布地域は主に関東であるが、日本全国に分布する。設立時期は鎌倉時代から室町時代前期に集中している。分布地域も鎌倉武士の本願地とその所領に限られ、鎌倉武士の信仰に強く関連すると考えられている。種類としては追善供養、逆手板碑などがある。形状や石材、分布地域によって、武蔵型、板碑、下総型板碑などに分類される。武蔵型とは、秩父、長瀞地域から産出される、緑泥片岩という、青みがかった石材で作られたものを指す。当時から、緑泥片岩を、聖蹟と通称していた。中世においては、青矢は、ある種の畏敬の対象とされており、このような観点から青色には人知を超えたものがあったとも考えられている。阿波周辺域からも同様の石材が産出するため、主に関東平野に流通する緑泥片岩製の板碑を武蔵型、四国近辺に流通していたものを阿波型と分類している。また下総型とは主に茨城県にある筑波山から産出される黒、雲母片岩製の板碑を指している。戦国期以降になると急激に廃れ、既存の板碑も廃棄されたり用水路の蓋などに転用されたものもある。現代の外婆につながる。板碑は地域、時代等により形態や石材に多様性があり、地域間交流を知る考古資料として注目されている。ありがとうございます。